はい、おさきんです。今日は埼玉県本庄市いちご屋さんにお邪魔しております。こちらはね、豚骨ラーメン中心のお店になります。どんなお店なのか楽しみですね。それでは行ってみましょう。着丼、和風豚骨ラーメン。和風ってどんな感じかな。はい、まず紅生姜入れます。スープ、岩のり、マユ、はい、麺はね、細麺になります。こちらいつも食べてる博多ラーメンの麺より多少太いっていう麺になりますね。まあ、後で、紹介しますが、極細麺もあるのでそっちの方がね、いいですね。味玉、ごまを入れるの忘れちゃいました。ごまも入れちゃおう。この器意外に底が深くて量もたくさんあります。はい、細麺と極細麺です。極細で、硬いやつ、肩で、はい、はい、お待ちください。はい、肩です。和風スープ、岩のりが効いててめちゃめちゃうまいです。はい、ごゆっくりどうぞ。極細きたー。うん、結論、極細の方が良かった。岩のりたくさん、きくらげたくさん、和風はそこがポイントになります。本庄市でね、やってらっしゃるいちご屋さんに行ってきましたが、本当に美味しいですね。和風とは何ぞやって思ったんですけど、よく分かりました。スープがね、美味しくて何回も行っちゃってますね。本当にね、美味しい和風ラーメンでした。美味しかったです。ごちそうさまでした。